ね、今日さいやもうこれツイッターで言うかも悩んだ。まあこれでも言わなくてもいいことだよなとも思ったんだけど、言うわ。あいや今日もべっこら、まあ最近さスタジオよく行ってるって言ってて、まあ今日も行ってたのよ、ちょっとお仕事でね、あのいろいろやってたんだけど、えそしたらね、マネちゃんから急にペコラさん、ペコラさんっつって、この後リブロスとホロックスが来るみたいなんですけどみたいなえってえこえみたいな感じだったの、ペコラ的には。あえみたいな、今日なんか放送やってたじゃんコラボの、でもそれを多分スタジオでやるっていうことで、ペコーラもああみたいな、あーえーそうペコなんですかみたいな。それで最初えなんかどうしますみたいな言われて、いやでもまあペコーラ忙しいからな、いやちょっと、まあ、挨拶したいペコだけど、あ挨拶したい気持ちはあるペコだけど、まあ、でもえずいっとしゃ誰とも喋ったことないしな、リグロスはとか、しかもホロックスも人数も多いなとか思いながら、10人だろうと思って、一人はきついなとか思いながら、まあ、とりあえずまだ仕事もあったから、それをねちょろっとだけ言って、あちょっとかうんちょっと帰るうんかうんちょっと考えうんいや帰ろうかなみたいな話をしつつも、まあ、仕事とかね、なんか仕事とか終わって、じゃあ着替えました、あーもう帰れるみたいな時に、大人たちがちょっと数人ゾロッとじゃないけど 2,3 人来て、ペコラさんリグロスいますよ挨拶とか行きますみたいな、全然あれですけどね、全然いいんですよみたいな、行きますみたいな感じの、すごいもうなんかもう行くよなペコラみたいな、なんかそんな感じだったね。しかもさ、ワンちゃんちょっとその初対面のなんかちょっとでも音声だけでもなんか撮りますかみたいな感じの話にもなってて、悪い大人いるなと思って、いやまだペコーラもうちゃんとね、あこんにちはとか面識もない状態だったから、えもうやばい、しかもホロックスもいて、でディグロスもいて10人、いや無理無理、10対1みたい、あ無理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 と思って、すいません今日は風のように帰りますって、また時期が来たら挨拶させていただきますつって即逃げたつってまたあの時期が来てちゃんといろいろ面識とかでちゃんと喋れるようになったらみたいな、今のままだと多分ペコーラ先輩としても風を吹かせれませんつって、ペコーラですって言ってるだけで、あじゃあみたいな感じの情けない姿は見せたくないと、なのでちょっと先輩としてもね、ちゃんとあの関わりとかも持ってかな、しっかりちょっと挨拶したいですつって逃げましたいや無理、いや1対1だったら言ってたわ、いやみんな違うみんなさバカ野郎か、1対1じゃあ分かったうん、じゃあそうだな、リーグロスの誰か1人がいて、ベオさんいますよ、えだったら行くよ、え本当ですか、いやじゃあ挨拶してこようかな、いや10無理、しかもリーグロスの5でさえも無理なのに、それに合わせてさホロックスの5回して10なのよ、2桁なのよ、無理、もうねさすがのペコは無理よ、先輩だとしても無理よ、そこはもうそこは無理だと思って、あーね風のように帰らせてたら、今度ね挨拶できたらなと思いますっていうことね、お嬢様のビンタアポエムやんなきゃ、いや無理だよ、いやもうペコーラは無理、ホロックスが5人いますって言われても無理だもん、ホロックス5人いますけどちょ挨拶行きますかって言われてもちょっと戸惑うよね、まだあーホロックスかー、ホロックスならいけるかもしんねえけど5人かーっていうのが嫌なのペコーラ、人数多いのが嫌いなねん、人数多いのが、相手が1人、いやせめて2人ならいい、3以上無理 NG、 うさらペコラ NG、 運営さんには分かっててほしいわ、3以上 NG ね、いやもうちょっと勘弁してくれと、いやもうねペコーラが去った後の何を話されるかなんて分かんないよ、もうペコーラはってなっちゃうかな、またいずれに機会がある時にそうしましょう、ついことはねポエムいやもう分かんないよペコーラ、分かんないから、いやもうさ、いや何あのペコラ先輩みたいな、めっちゃ気取るやとかさ思われたら嫌じゃん、本当にちょっとペコとか言ってて笑うんだがみたいなさ言われてたらさ、ちょっとさあれやん、はぁって言わないだろうけどさ言わないだろうペコだけどさ、
ワンちゃんそう思われてたら嫌じゃん。だから堂々とね、挨拶できるぐらいちょっと関係ができてからの方が多分好印象与えられるかなと思って。